マグロだ。撮影開始。というわけでですね、今日はですね、もう2週間前、今更なんですが、静岡に行ってきた話を動画にまとめましたので、ご覧ください。そうだ、ジャパンカップへ行こう。そう思い立ちまして、ミニ四駆ジャパンカップ2021静岡大会に参加してきました。こちらが静岡大会。今年のジャパンカップのミニ四駆コース。マックスサプライズサーキットリミックス2021。今回の今年のジャパンカップのコースはですね、サプライズロードの組み合わせが何パターンかあるような形になってまして、今回のサプライズロードの形は、テーブルトップが2つ入ったようなセクションが3レーン側にありまして、2レーン側はストレートとコーナーのみというような構成になってます。今回ですね、ジャパンカップに行くにあたって5つミッションを用意しました。一部から順番に説明していきます。1つ目、爽やかになる。2番、ド派手に行く。3番、ボケ化する。4番、ジャパンカップ出場。5番、金魚に行く。ではそれぞれのミッションを詳細に説明していきましょう。まずミッション1、爽やかになるということで、炭焼きレストラン爽やか、今回静岡インター店の方に行ってきました。こちら言わずと知れた静岡名物、これがなければ静岡始まらない。げんこつハンバーグのジューシーな肉汁、口の中でとろける旨味、すべてが最高でした。美味しかった。続きましてミッション2、ド派手に行くということで、天豪快車、こちら海賊戦隊豪快車10周年記念映画ですね。こちらを大会当日の朝8時から見てきました。こちらマーベラス、ジョー、ルカ博士、アイムガイ、この6人が帰ってくる。荒川脚本のキャラ愛が極まるストーリー展開が良かった。この内容とても良かったので、ぜひとにかく全人類見てほしいですね。続きましてミッション3、ポケ化する。そう、前日入りしていたんですけども、大会の時間まで時間があったので、駿河屋静岡本店さんのポケモンカードジムバトルに初参加させていただきました。人生初のポケカ大会でございます。大会の参加方法とかルールもよくわからないまま出てしまいまして、多大なご迷惑をおかけしました。ただおかげさまでとても楽しかったです。とても勉強になりました。ポケカ大会でボコボコに打ちのめされた後、ミッション4としてジャパンカップ出場しました。来たぞタミヤ本社ということで、10年前に1回来たっきりかな。10年ぶりに、久しぶりに2年ぶりのジャパンカップ参戦しました。この開会会場、ちょっと駅から離れてまして、タクシーに乗ったんですけども、タクシーの運転手のおっちゃんの武勇伝を聞きながら、久しぶりにお会いする方々とも会えまして、久しぶりの緊張感を味わうことができました。では大会の様子を動画でご覧ください。まず大会参加前に、ドクターの事前車検を受けました。マシンをお渡ししまして、今回ちょっとブレーキが低かったみたいです。ブレーキの位置を無理やり押し込んで調整しました。マシンセッティング下手くそですね。OK だったみたいです。というわけで列に並んでいきます。今回ソーシャルディスタンスということでね、会場にいる時間がほとんどなかったというか、並んでる時間だけのような状態でした。ピットもないので、マシンは駐車場で屋外でね、ベンチを入れて並んでおります。しばらく並ぶと公的な身分証明書とか、あと当選番号を見せることになります。お金を払いましたら、次は一次予選用のシールをもらって階段登っていきます。階段を登ると、ここで2度目の車検を受けます。こちらが本車検ですね。さあ、車検を受けます。
神谷の会長さん MC ガッツもいらっしゃいますね。車検を超えるとエントリー用のシールをもらって待機列に並んでいきます。神谷の会長が待っておりますというわけで、いよいよ私の出番が参りました。スタートしました。テーブルトップはいい感じに超えていった。マシンはどこだ、マシンはどこだ。2周目今テーブルトップを飛んだみたいですね。3台目の前に走っているようだが、おっとマシンが飛んでしまったようです。はい、今動画を止めていますが、この私の顔の真横、矢印のあるあたりに私のマシンが横たわっております。どうやらウォールバンクでバランスを崩してしまい、そのまま走行不能に陥ったようです。残念。こうして私は走行時間にして30秒も走ってないままジャパンカップを終了してしまいました。まあジャパンカップっていうのはそんなもんですよね。というわけで新幹線に乗って静岡県から横浜、神奈川県の方に移動していきます。そして着いたのがこちら、ミニ四駆どころ金魚さんだ。ミニチュアディスプレイ、撮影ブースよくできてますね。というわけでミッション5、金魚へ行く。来たぞあのコーラフロート、あの夢にまで見たあのコーラフロート、なかなか配達されないあのコーラフロートをついに飲むことができました。昨年のフラット金魚杯で最寄り駅中川駅までは来たことあったんですが、店舗はこれが初めて。料理も美味しいし居心地がいいし、コースレイアウトも面白い、ついつい長居したくなる、そんな名店でした。今回コースレイアウトがなかなか難しくてですね、マシンがボロボロになるまで走り倒しました。ジャパンカップでね30秒も走ってなかったんで、ちょっと消化不良気味だったんですけども、ここでがっつりミニ四駆を遊べたなぁという気がしております。晩ご飯にねカレーをいただきました。金魚はご飯も美味しいです。ごちそうさまでした。というわけで静岡レポでした。たっぷり遊ぶことができました。静岡県最高、楽しかったです。そして金魚も良かったです。ご視聴ありがとうございました。